ヒマラヤ山脈に沿って国境がある中国とネパール。そんな両国って仲がいいの？今回は気になるネパールと中国の関係について詳しく深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバディ、ガイさんイズヒア。今回はネパールの悩みの種の一つ、大国中国との関わりはどうなっているのかなということについてお話ししていきたいと思います。日本では中国が魚の輸入を全面禁止したことが記憶に新しいです。余ったらもったいないからお魚安くいただけないかななんて思った人もいるんじゃないでしょうか。こうした中国のいろんな国への強気な姿勢はネパールにはどう見えているのでしょうか。今回の動画を通して皆さんにはネパールと中国の関係について少しでも知っていただけると幸いです。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してください。また公式 LINE も作っております。こちらではネパールについて何でもガイさんに聞き放題ですので登録してメッセージ送ってください。では早速内容に入っていきましょう。まず前提としてチベット自治区について知っていただきたいと思います。ネパールが国境を接しているのは中国の中でもこのチベット自治区の部分なんです。ネパールとチベットは1850年頃に戦争があったものの国境を越えて盛んに交易をしてきました。そのチベットを中国が半ば強引に自治区にしてしまったのです。なのでチベットの人たちと中国の関係は決していいものであるとは言えません。そんな中チベットと隣接するネパールと仲良くしておきたいなという中国の企みも勘が見えてきます。実際のところ中国とネパールの関係はチベットの宗主国としての戦争こそあったものの比較的平穏な関係が続いてきました。ところが最近様々な事情からネパールと中国の関係にも大きな変化があったのです。早速お話を始めていきたいんですけども、なぜそもそもこの両国良好な関係であったのにもかかわらずそれが変わってきてしまったのでしょうか。その謎についてまずはお話しさせてください。ネパールと親しいのはもちろん中国だけではありませんよね。ネパールはインドとも国境を接しています。ヒンドゥー教をベースとする同一文化圏にあるインドとネパールはむしろ中国よりも親密な関係とも言えます。両国は国境がないかのごとく行き来ができるのも事実です。またネパールとインドは歴史的に強い結びつきがあるためネパールはいい意味でも悪い意味でも多く影響を受けることになります。だからこそちょっとインドと距離を置きたい事情もあるらしいんですよね。なぜならインドに逆らうと怖い経済体制が待っています。ならば中国と仲良くしよう。中国もお金持ちだしたくさん援助してくれます。するとマケンジとインドもネパールを援助します。こうした中国とインドの援助合戦がネパールを挟んだ三角関係みたいですよね。さてこのインドと中国、この大国ネパールを射止めるのはどちらの国なのでしょうか。しかしネパールにしてみればこの大国の両国、インドと中国どちらと仲良くした方がいいのか悩みどころではありますよね。インド派、中国派、一体どっちが正解なのでしょうか。まず前提としてネパールは経済的にとても貧しい国なんです。援助を受けるという立場は弱く頼りすぎては借金を背負うことも考えられます。ネパールはインドや中国とは対等な関係とは言い難い関係なのです。お金の力でもこれはこうしていく、私の国はこうしていくんだっていうのはですねお金持ちしかできないことですよね。インドからの影響を嫌う勢力は中国にどんどんと近づいていきます。ネパール経済界のこうした人々は広州や上海などとの取引を重視しています。しかしインドと深い関係を築きたい勢力が台頭すると中国との関係は冷えたものになっていきます。中国とネパールの関係に距離ができる時はインド派の勢力が強い力を持った時なのです。またネパールは観光を重要な産業に位置づけています。中国と良い関係を築くことで中国からの観光客が増えることが予想されます。その規模は年々増加し続けインド人観光客に次ぐ規模にまで成長していっているのです。ネパールはお金を稼ぎ両国との対等な関係を目指して頑張っているんですね。ネパールは経済的にまだまだ弱い中でもお金を何としてでも稼いでいってこのインドと中国と対等な関係を築いていきたいという思いで必死に頑張っている国なんです。だからこそこの両国隣国との関係はネパールがどういう政権になるかっていうのもとても重要になってくるんですね。元ネパール首相のデウバ氏は親インド派と言われています。オリ元首相は親中であり親インドの政治家です。インドとの関係が悪くなると中国と仲良し作戦を発動しまたインドに近づこうとする時には中国を無視していました。現在ネパールではネパール共産党毛沢東主義派のトップのダハール氏が新しい首相に任命されました。ダハール氏は過去に2度首相を務めた経験があり
当時から比較的中国寄りの政策を推し進めていたのです。インドでは影響力の拡大を図る中国との関係を強めるのではないかと警戒感が出ているみたいです。ではここから実際に中国とネパールとの関係を見ていきましょう。実際ネパールと中国には国境の付近で摩擦が起きてしまっているのが事実です。国境のネパール側にあるラルンジョンと呼ばれる地域で中国の治安部隊が監視活動をし宗教活動を制限していたのです。ネパールからすると中国に領土へ侵入されていることになります。さらに中華人民共和国チベット自治区とネパール北西部の国境に位置するカルナリプラデーシュ州フムラ郡に中国が施設を建設したことに対して学生と活動家が在カトマンズ中国大使館前で抗議活動を展開しました。抗議者は自国境界内に帰れ中国といったスローガンを記したプラカードやバナーを掲げていたようです。また中国にいるチベット人にとってはパスポートを入手することがとても難しいんですね。そのためチベット人が国境を越えてネパールで貿易を行うことが厳しい状況なんです。現在は許可を取って得たネパール人が国境を越えて中国領で貿易をしています。チベットの人だってね、この隣国ネパールで自由に行きたいと思うんですけどね。ネパールはこうした状況を良しとは思っていませんが、中国の圧力によってチベット人入国者数を制限するよう仕方なく従っている状態です。中国はチベット人をネパールに救わせないことで、チベット人が自分たちが苦労しているんだよっていうことを世界に訴えることを難しくしようとする狙いがあるのかもしれません。また中国は一帯一路構想という考えを持っています。中国と世界各国をつなぐ現代版シルクロードのような計画です。これに基づき中国とネパールの間に鉄道を通す計画が立てられました。しかしこの実現にはとにかく膨大なお金が必要です。その費用はどうするのか。近隣国では中国に巨額の債務を負わせるケースが相次いでいます。巨額の赤字をネパールは背負うわけにはいきません。国内に基地や軍事拠点が作られる可能性もあります。また中国がネパールと関係を築こうとしている理由として、インド牽制だけでなくてですね、アメリカ牽制というものも言われています。遠く離れた国アメリカの狙いはどこにあるのでしょうか。2017年5月にネパールと中国が一帯一路に署名したわずか4ヶ月後の9月、ネパールと米国は MCC の5億ドルの無償資金協力の協定書に署名したのです。そう、インド太平洋戦略を掲げるアメリカは中国の非難を受けながらもネパールとの関係を強化していったのです。しかし現在ネパールでは米国との協力推進を停止する方針を掲げています。米国に依存しながらの経済発展の犠牲は非同盟中立主義の崩壊につながりかねないためです。とはいえどの国からも門を閉じれば貧困からの脱出は困難です。習近平国家主席はネパールを友好的な良き友人と述べています。中国の誠意ある交流がネパールを少しでも豊かな国へ導いてくれることを願っています。実際にネパールと中国はトラブルもあり、また緊張感が漂う関係性にあります。この両国の交流を深めていくためにも現在交通網が整備されている状態です。国境を共有しているからこそ互いの国に行き合うことで観光事業を盛り上げていこう、経済的にレベル発展していこうっていう考えが見受けられますね。現在カトマンズから中国の広州への直行便が出ているんですけども、この数がですねこれからどんどんと増えていくと言われています。ネパールと中国がより近い存在となれたら、また交流がしやすい関係になったら、いい部分悪い部分どちらの方が皆さんは多くなると思いますでしょうか。ぜひコメント欄の方で教えてください。はい、お疲れ様でした。今回の復習をさらっとしていきましょう。ネパールと中国の関係性のポイントとなるのは以下の4つとなりますね。まず1つ目は、中国との関係性はインドとの関係性も関係してくるよっていうことでしたね。また2つ目は、政権によってその親密度が変わってくるということです。中国派の政権であればその時は中国と仲良くをし、インド派の政権であればその時はインドと仲良くをし、そのネパール国民はどんどんと揺さぶられる関係性、揺さぶられる状況となってしまいます。そして3つ目は、ネパールと中国の国境付近の問題が解決される必要があるというところでしたね。また最後4つ目は、インドでも中国でもないアメリカとの関係性というもののポイントがありました。やはりどっちが我々の土地だっていう考え方的にですね、隣国同士が仲良くするっていうのはなかなか難しい部分もあるみたいなんですよね。ただそれでもネパール、中国、インド全国民がですね、なんとか少しでもより良いもの、平和を作っていこうって考えて動いてくれたら本当に嬉しいなと思います。
はい、お疲れ様でした。今後も皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価の方で応援してくれると嬉しいです。またガイさんの公式 LINE も作りましたので、ネパールのことに関して聞きたいことあるよっていう方はですね、いつでもメッセージくれたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Please subscribe our channel and press like also. Share our video also.